塚本教授です。今回はですね、私にとってのハイブリッド車の魅力について語りたいと思います。はい、過去にですね、ハイブリッド車の魅力については何度か語ってるんですけれども、ただそれは視聴者の方、皆さんがこういうところを聞きたいかなということで、お話をしている部分もあるんですけれども、今回は完全に個人的な、話をちょっとさせていただきたいと思います。はい、で、私はですね、そもそもその車好きではないんですよね。で、正直 EV とハイブリッド車以外は、ほぼ全く興味がないんですね。で、ここがかなり普通の方とは変わってるのかなと。車の動画を結構上げときながら、いや車あんまり興味ないっていう人って結構珍しいかなっていうふうに思っているんですけれども、そこが私の変わっているところでもあり、ちょっと強みでもあるし弱みでもある部分ではあるんですけど、そういうのがあります。で、じゃあなんでハイブリッド車はでも興味があるかっていうと、やっぱりその、車だけど興味があるってそのハイブリッドシステムなんですよね、ほとんどね。で、それがじゃあ なんでどこに興味を持ったかというと、私はもともと鉄道ファンなんで、その鉄道の、鉄道でいうとその回生ブレーキっていうのはね、昔から使われてたわけですね。なんでならバッテリーがなくても電車の場合はリアルタイムで電力の需要と供給が成り立つから、バッテリーの蓄電池の技術が熟成されるとか、発達する1990年代以降じゃなくてもその前から、回生ブレーキっていうのがあったわけですね。で、それが最近はバッテリーの技術が発展して、特にニッケル電池、リチウムイオン電池開発されてから、EV なんかもリチウムイオン電池ですね、開発されてから結構発展してきてるんですけれども、そういった鉄道ファンの方だったら回生ブレーキって聞くと大体ピンとくるわけですね。で、そういったところが私の原点というか、やっぱ鉄オタというところがあるんですね。で、そこからハイブリッド自転車に大学時代に出会って、で、鉄道を自転車ときて車をやってる。で、車はぶっちゃけその戦略的にやってるところはあるんですね。やっぱり他の人と同じことやっててもつまんないっていうところで、ぶっちゃけそんなに車には個人的にあまり興味はないんだけれども、そのハイブリッド車っていう切り口から興味を持つというか、関心を広げていって、もちろん興味、あんまりないけど、でも嫌いなわけじゃないですし、で、あと運転するのは結構好きなんですよ。だから、そういったところで、その機械を操作するっていうね、そこら辺は本当ハイブリッド車の楽しみ、運転の楽しさなんですけど、そういった切り口から、このチャンネルはね、お話ししてたんですけれども、ただね、やっぱり、YouTube である程度ね、再生数を取りたい場合っていうのはやり方って結構決まってて、で、一時期私もちょっとね、特に婚活うつ状態がね続いてまして、その頃って結構再生回数を取りたかったんですよ。なんていうかな、自己承認欲求なのかな、自己肯定感っていうのはどうしてもね、仕事でもそうなんですけど、特に恋愛ですごい精神ボロボロだったんで、その頃っていうのはひたすらなんか無意識なんですけどね、今思うと多分これだなと思うんですけど、その頃は3年ぐらい前かな、特には結構そのやっぱ視聴回数上げたいっていうのがあったんですね。そこでちょっと過激なことを言うんだけど、基本正論ベースの部分も多く持って話したりとかして、こういうのが需要あるだろうみたいなのをやって、もちろんその当たり外れありますよ。自分がこの動画は多分再生いくなっていう動画が全然いかなかったり、逆になんでこんな動画が再生伸びたんだろうとかってあるんだけど、でも今思うとやっぱり基本的に今ニーズがあることコンテンツですねに関しては再生数取れるし、いわゆるその正論、当たり前なことをちょっと変わった切り口で言うっていう動画が、再生数としてもあるわけですよ。なんですけど、最近は、ぶっちゃけその、婚活の方はね、とりあえずうまくいっているというか、結婚前提にですね、お付き合いしている人がいるし、仕事の方も、仕事の方はいろいろあるんですけど、とりあえず、今の会社でしばらく働きたいなっていうふうに思ってるので、結構そういったところでの自己肯定感は増えてきてるので、ぶっちゃけ、この動画でね、皆さんにそんなに評価をいただかなくても、全然いいというか、もちろん評価されたいですし、評価いただけると嬉しいですけど、
はい、ちょっと今解析がなかったんで、はい。ですけど、はい、まあまあね、だからこそ結構本音の部分を言うようになってる最近はね。で、まあそれでいろいろ皆さんの、まあ、評価いただくよりもむしろ皆さんのね、意見を聞きたいっていうか、まあこれはね、無意識的になんだけど、ぶっちゃけやっぱ仕事につながる部分がすごい多いんですよね、そのマーケティング的なところで。この人はなんでこれについては批判してるけど、これについて賛同してるか、こういう人は、こういうものは好きで、こういうのが嫌いな傾向が強いとかって、そういう、なんていうかな、まあ、新しいものにどんどん食いつく人の性格ってこんな人だなとか、まあ、古いものをずっと長く使おうっていう思想の人は、まあ、私はそういう人間なんですけど、まあ、こういう人が多いなとかっていうのは、まあ、動画配信者のからも結構わかるし、まあ、私だったら最近その失敗小僧さんっていう方の動画よく見てるんですけど、まあ、本当失敗小僧さんってね、結構私感性は近いところがあるんですね。まあ、半額弁当のレビューとかよくしてますけど、まあ、私なんかもね、ずっともう基本半額弁当、自分で食べるものは基本半額なんですよ、うん、半額がついてないと買わないみたいな、惣菜に関しては、まあ、惣菜に関してですけど、ね、とかっていうのはなんかやっぱ似てるなと、うん、朝起きて会社に出勤するまでの時間とかも、まあ、私なんかも本当身だしなみ最低限揃えて、まあたまにはちょっとたまにね、身だしなみ全くダメな時もあるんですけど、まあとにかく本当にね、起きてから家出るまでの時間ってすごい短いんですけど、その辺だから、まあこれはあんまり、なんだろう、コストをかけてもしょうがないなって思うことに関しては徹底的にコストを省るというかですね、安さを追求するというか、時間をかけないみたいなところがすごい、まあ、失敗小僧さんの動画を見てると共感するんですけれども、まあ、それなんかやっぱり似てるなと、本質的に。で、まあ、結構この動画をね、チャンネル登録してご覧になって、定期的にご覧になっている方っていうのは、まあ、おそらく割と私と近い感性を持っている方が多いのかなっていうふうには思うんですけれども、でも、すごい嬉しいことに、結構私に対して、いつも、その、なんていうかな、結構、ご批判をいただく視聴者の方っていらっしゃるんですよね。ここは、まあ、私の言ってることはここが違うとか、まあ、あと私にない視点で全然違う切り口でいろいろねコメントくださる方とかもいらっしゃるんで、だそういったコメントってすごい私自身にとってすごい成長になってるんですよね。だからそういうコメントをどんどん、だから批判的なアンチコメントをどんどんもらいたいっていうところで、前は賛否両論、まあ、最低でも賛否両論で、まあ、批判のコメント、まあ、そうですね、まあ、賛否両論だけど、でも基本的にプラスのコメントの方がやっぱり多いし、まあ、それで良かったんですけど、まあ、ちょっと特に半年ぐらい前かなから、結構そういった批判的なコメントをあえて欲しいというか、いろいろ議論したいなっていうところで動画やってるんですけど、まあ、そういったところでね、ちょっと前置き長くなってしまいましたけども。まあ、今回はね、本音の部分、まあ、本音というか私の個人的な感性の話を、ね、したいと思うんですけれども、まあ、先ほど言ったように、もともと私は車好きではないと思うので、まあ、極端というか、まあ、正直なところを言うと、これあんまりこういうことは言わないようにしてるんですけど、本音はガソリン車はクソだと思ってるんですよ。まあ、ただこれもね、すみません、語弊があります。環境によってはいいです。だから高速道路バンバン乗るとかっていう方とか、あと田舎とかに住んでて、ほとんど発進停止の少ないような環境って方でしたら、全然ガソリン車はいいと思うんですね。うん、だけど、そうだな、だからガソリン車を都会で売るっていうことに関して、私は非常にいい、ネガティブですね。うん、だからガソリン、だからディーラーで、都会のディーラー、都心部で、私はまあ東京、埼玉、神奈川を中心に生活してるんですけど、まあ、そういったところで、まあ、ガソリン車普通に売ってるっていうのは、これは良くないよねっていうふうに思います。まあ、なぜならば、その辺は回生ブレーキが使えない、車っていうのに非常に、なんていうかな、違和感を覚えるというか、まあ、正直だから、やっぱ鉄道ファンで、その辺鉄オタなんで、やっぱ回生ブレーキ使えるのは当たり前なんですね、その高頻度路線ではね。田舎の方行くと、まあ、そういうわけじゃないんですけど、やっぱそういったところで、なんかそのやっぱガソリン車がどん今これからもどんどん増産されるっていうことに関しては、まあ、今もずっと販売され続けてるってことに関しては非常に
ネガティブに思うし、やっぱりだそこら辺はね、あのやっぱ私はね、車好きじゃない、とことん私自身は最近もすごい思うんですけど、やっぱ自分って車好きじゃないんだなっていうふうにすごい思うんですよね。でそれはね、やっぱ効率が悪い、徹底的にだから合理的な見方ができるっていうところかな。まあ、よく言うと、まあ、好きじゃないからこそ結構合理性を追求できるっていうところはあるんですよね。でこれはだから逆に私はね、その鉄道とか、まあ、ハイブリッド自転車ですね、好きなものに関してはあんまりね、合理性を追求してないなってすごい最近ね思うんですよ。まあその手元で運用してるね、自転車、ハイブリッド自転車、回生機能付きの電動アシスト自転車も、まあ、最近はなんかその新しい自転車じゃなくて古い自転車の方に価値を置いて、古い自転車のレビューばっかしてるし乗ってるっていうのあるんですよね。で、まあ鉄道もね、やっぱりそうですね、私が生まれた1990年代とか80年代後半とかの車両がやっぱり一番好きで、まあ、要は幼少期に慣れ親しんだ車両がね、一番なんか憧れというか、ずっと活躍してほしいなっていうの思いがあって、最近出てくる車両、特に2010年代とかに出てくる車両っていうのはなんかつまんないのと。でもちろんそれをつまんない理由っていうのを合理的に説明することはできるんだけど、まあ、でもやっぱ本質的になんか古いものの方が好き、回顧主義っていうか、やっぱりなんか本当に好きなものって合理性は追求してないよなって。だって鉄道なんかで言うとね、その新しい車両の方が、省エネですし、まあ、効率もいいわけで、あの合理性はあると思うんですよ。まあなんだけど、そうじゃなくて古い車両が好きと。であんまり古い車両になってくると、今度は自分があんまり馴染みがないから好きじゃないっていうところで、だから本当感性の部分ですね。だから好きなものに関してやっぱり感性っていうのが強く働いて、やっぱ合理性っていうのは合理的な見方はあまりしないんですよね。まあ、当たり前の話ではあるんですけど、最近私自身、自分自身のね、その興味の対象というか、あの鉄道とか自転車に対する私のね、興味と車に対する興味のなんかベクトルの方向性というかですね、うん、全然違うなと。でやっぱ私は車は好きじゃないんだなっていうふうに、ちょっと思ってます。で、まあ、もうちょっとやっぱり自分自身もね、その関心を持ちたいなというのもあるんですけど、なんかやっぱりね、そんなに、例えば言うと、まあ、新しくそのノアボクシーとか最近ねモデルチェンジして、まあ、あのそういった情報をねいち早く発信した方が、まあ、皆さん需要もそういう需要があると思うし、そういうのを結構ね皆さん待ち望んでいらっしゃるのかなっていうふうには思うんですけど、でもなんかそういったことをやる気にあまりならないっていうのは、うん、なんかちょっとそういうことやろうとしたらなんか仕事とあんま変わらなくなるわけですね。でも別にそんな YouTube で、まあ、金儲けしてるわけじゃないというか、まあトントンでやってる感じなんで、まあトントンでもないな、そのまあ いろいろあるんですけど、まあ、あのとにかく営利目的でやってないっていうのがあるし、まあ、それ営利目的で前は割とやってたわけですよね、一時期はね、その自己肯定感を満たすっていう上でも、まあ、そういったなんていうかな、ステータスみたいなのが欲しかったっていうのはあるんですけど、最近はそういうのを求めてないと、なんかとことんも好きなことだけでいいやと、好きなことで別にお金そんな儲けられなくていいから、まあ、趣味に充てるお金を全部賄えられたら、まあ要はその税金をね、あの要は儲けない程度に税金払わなくていいぐらいのレベルでやり続けられたらいいなっていうふうに、まあ今は思ってるわけですね。でもやっぱりそうは言ってももう少し興味を持たんといけないなというか、うん、そこら辺はやっぱ仕事の方につながるというか、やっぱり車に関してももう少しね、いろいろ新しい車について調べた方がいいよなっていう、それは自分自身の成長になるなっていうところで、まあ、最近いろいろ葛藤はしてるわけですけれども、まあ、とにかくね、私自身は本当にだからハイブリッド車の魅力っていうのは、まあ、鉄道的な魅力なんですよね。で、だ具体的に言うと、あの、まあ、モーター音と、まあ、これはまあ前の動画でも言ってると思うんですけど、モーター音とあとはまあ運転の楽しさという、まあ、機械を操る楽しさとかっていうところですね、まあ、摩擦ブレーキと回生ブレーキ、電気ブレーキのかかり具合とかが直感的に分かるっていうところが、まあ、それがこう要は
摩擦ブレーキと回線ブレーキのかかり方がちょっと違うっていうところが面白いわけですよね。だそこら辺って合理的な話じゃない、だ合理性の部分じゃないんですよ、私の魅力は。で多分なんだろう、車好きの方からしたらその辺は、いやハイブリッド車が好きなのはハイブリッド車に合理性を見出してるからっていうところだと思うんですけど、なんか実はね、いや喋ってはいるんですよ、確かにハイブリッド車ここは合理的だから絶対ハイブリッド車を買った方がいいですって話をね、元取れますみたいな話を前にしてるんですけど、それって私自身はそういった観点でこの車を選んでないんですよね。だから私はそういうこと喋ってはいるんだけど、自分自身は例えばその燃費を元取るのに意外とね、まあ、普通で言うと、まあ、あの 10万キロとか走んないと元取れないって言われてるけど、実際は市街地走行中心だったら、まあ、5万キロでも元取れ、ますよって、運転の仕方によってはみたいな話を前してたと思うんですけど、まあ、だから私はハイブリッド車を買ったわけでは実際はないんですよ。私はもうそもそもハイブリッド車以外には興味がない、ハイブリッド車 EV 以外には、まあ、その回生ブレーキがちゃんと使える車以外にはもう全く興味がないから、もうハイブリッド車を買うって選択肢がそもそもなかったんですよ。ガソリン車と私はもう全く迷ってないですから。1秒たりとも迷ってないですからね。ハイブリッド、てか IDCD が欲しいで、あのフリードっていう選択肢になった。まあ他にもいろいろな要素ありますけど、IDCD、このハイブリッドシステムがいいってところからフリードを選んだんで、まあ、そもそもそのガソリン車を選ぶって選択肢は全くなかったんですよ。だから、まあ、ぶっちゃけそういう、なんていうか、そのハイブリッド車の魅力みたいなところって、まあ、過去の動画で言った話っていうのは、まあ、でっち上げっちゃでっち上げなんですよね。まあ、別に、あの、嘘はついてないですよ。嘘はついてないけど、でも私自身はそういった、切り、そうい、言ってること、私自身はその動画で言ったようなことで、この車を選んだわけではないわけですね。じゃあなんで選んだかっていったら、その辺はもう感性の部分ですよね。いや鉄道に近い魅力があるからということですよね。じゃあなんで鉄道が好きなのかっていうと、それはもう本当に幼少期の環境ですよね。やっぱ鉄道、まあ結構鉄道ファンってね、親も鉄道好きだったり、まあなんかそういったあの身近な、ね、人から影響を受けて鉄道ファンになるってことが多いんですけど、私自身は、ね、全然違って、多分私が鉄道好きになったのは、まあ、音楽、まあ、ピアノをやってたっていうのが大きいと思うんですけど、あとは、まあ、身近にね、その面白い音が鳴る、まあ、インバーターのね、インバーター制御の初期の車両がですね、走ってたと、まあ、具体的には東急9000系と京浜東北線の、まあ、JR209 系ですねが走ってて、まあだからそれ音楽と、だから音楽、やっぱ音ですよね。音楽と、まあ、その鉄道の出す音というところから、まあ、私は鉄道ファンになって、そこから回生機能付きの自転車もやっぱりモーター音っていうの一つの軸で、まあ車もそうですね、やってるんで、うん、だからそこら辺のモーター音動向っていうのは結構好きでやってるっていうのはあるんですけど、それ以外のレビューに関しては、まあぶっちゃけ、だからちょっと仕事に近いようなところではあるんですよね。まあ、ということで、だからすいません、あの私が過去にね、ハイブリッド車の魅力って言ったことは、まあ、嘘ではないけど、それは建前であって、私の本音ではないんですよね。でもこれって多分皆さんもね、やっぱ好きなこととそうじゃないことで、やっぱ好きなことじゃないと、結構合理的に物事判断して、でも好きなことっていうのはやっぱ合理性じゃない部分でを評価しているみたいなのはねあると思うんですよね。で、まあ、その辺をちょっと私はその過去の動画で、まあ、最近じゃないな、3、まあ、4、半年ぐらい前かな、上げた動画で結構その過激なことを言ってましたけど、特にあのフィット EHEV のね制御について、まあ、静寂向けの制御だって言ってたりしましたけれども、まあその辺って、うん、やっぱその辺はその合理的に見て、だからある意味ね、それで言ってる内容って結構、いや、間違ってはないと思うんですよ。うん、で、コメントでもね、一部の方からは、結構、その通りだ、的なことをおっしゃっていただいてるんですけど、多分、あれって、だから、見てる方が、やっぱ車好きの方じゃないですか。で、あれだけコメントで反応いただけるってことは、それは車について知識がある方。まあ、好きな方なんですよ、多分ね。だから車好きの方からすると、多分私が言ってることっていうのは、まあ、排他的、
聞いてよ、その、まあ、合理性を追求したら本当につまらない人間だみたいなことなんですよね。なんですけど、でも、まあ、車好きじゃない人からすると結構その辺は何だろう、違う、まあ、プラスの評価をいただけたのかななんていうふうにもね、最近はちょっと思って、ます。だから私も逆にそうですね、まあ、車じゃないコンテンツに関して、非常に合理的な考察をされている、例えば自転車とかね、まあ、鉄道はあんまりないかな、自転車とかに関して合理的な、ことを言われている方っていうのを見ると、なんかちょっとしっくりこないっていうか、いやその通りなんだよなって、確かにそこはこれ共通化した方がすごい合理的なんだけど、でもつまんないよというところがあるんで、その辺のなんか合理性を追求するっていうのと、その感性に訴えかけるっていうのはやっぱりね、相反するところだし、ですし、まあその前の動画では、まあ、こういった人、属性の人は、まあこういうのを好むとかっていうのは私の中でね、こう仕分けというかカテゴリー分けてたんですけど、やっぱそれは同じ人間でもやっぱ好きなこと嫌いなこと、まあ興味ないことってあると思うんで、まあ、こういう人はこういう傾向が強いっていう分析は正直あんまり合ってないかなって思ってて、まあ私は過去にそういう分析をしてたけど、ちょっとそれは浅はかだったなっていうふうに思ってて、今はやっぱりこの人もうこれに関してはこういう傾向が強いとか、だからこれに関してはこの人は実は興味あんまりなくて、でもその代わり結構合理的にいろいろ物事見れてるとかっていうね、でこの人はこの件に関してすごい好きでやってる部分があるから結構感性で見てる部分が強いとかっていう、結構同じ人でもまあね、あの物事によって、まあ、関心があることとそうじゃないことによって結構評価の仕方っていうか物の見方って、違うなっていうふうに思いますね。はい、今ちょっとまた改正執行しちゃってますけど、はい、はい、ということでですね、まあ人それぞれですね、関心があることと、まあ、そうじゃないことって、あると思うんですけれども、やっぱり関心があるものに関してはどうしてもね、その合理的ではなくて感性、自分ならではのですね、まあ、ちょっと合理性とは違う部分で物事を評価しているなっていうふうに思いますし、うん、まあ、逆に関心がないことに関しては結構まあ、冷酷にって言ったらいいのかな、うん、まああんまりその感情なしでね、合理的な判断ができるっていうところで、まあ、そう考えるとやっぱね、好きなことをこう仕事にするっていう、まあ、これ前に話した話ですけど、まあ、好きなことを仕事にしている人ももちろん必要だけど、まあ、そういう人ばっかりだと良くないっていうのがね、すごいあるんですけど、まあ、とにかくその辺のバランスですね。だからどこまで、合理性を追求するかっていうところで、あまり合理性を追求しすぎても良くないし、だからそこら辺は私は、まあ、ハイブリッド車に関して言うと、まあ、ハイブリッド車だけだと、まあ、結構その感性の部分もあるんだけど、車っていうところに関して言うと結構合理性を追求しちゃうタイプ、なぜなら私があまり車好きではないからというところで、うん、結構その過去の私はね、まあ、私はこういう人間、結構効率主義だっていうふうに自分のことを歌ってたんだけど、いやそれは車に関してだけだと、いや自転車に関してはどう考えても効率主義じゃないよなっていうふうに最近自分自身のことを、なんていうかな、ちょっと過去の自分をですね、嘲笑っているというか、いや、それは自分で言っときながら、いや、お前それおかしいだろうと論理破綻してるよなっていうふうに、最近ちょっと自分自身にね、過去の自分自身にちょっとツッコミを入れてるというか、うん、まあ、そんな感じでね、結構昔の動画にね、コメントくださる方も最近いらして、で、まあそういった反論とかを見てると、いや、その通りだよな、いや、自分が言ってることの方がおかしいじゃんっていうの結構あるんですけど、まあそういったところで、まあ、ちょっとやっぱ昔よりは自分自身もいろいろ成長できたのかなっていうところではあるんですけれども、まあ、合理性をね追求しすぎても良くないなということですね。今回はお話をさせていただきました。はい、ということでですね、まあ、私はですね以前はまあ効率主義だと、自分は効率主義だっていうふうに歌ってたんですけれども、まあそれはね単にまあ、あまり車に興味がないけど、でも車のレビューをやってるから、だからまああんまり感性抜きで効率のことだけを追求するようなレビューができるよっていう話であったなっていうふうに思います。まあ、ただやっぱハイブリッド車に関してはそれでも好きだから、
ね。ハイブリッド車の中の話で言うと、まあ、結構その感性的な部分を話してると思うんですよね。で、あんまね、その効率を追求するって話は興味がある人からすると基本反発を食らうような内容だ、まあ、基本反発されるような内容だと思うんで、まあ、冷徹なんでね、そのあまりそのなんだろう、歴史とかを重んじないやり方だと思うんで、いや、そうするとだから多分このチャンネルがね、そこそこ、まあ、ご支持をいただけるようになったっていうのは、やっぱりハイブリッド車効率すぎだっていうふうに歌ってるんだけど、結構そのハイブリッド車の中だけで見ると意外と効率、合理性を追求してるわけでもないっていうところ、だから効率すぎじゃないところですよね。ハイブリッド車に関して言うと実は効率すぎじゃないからコンテンツとして成り立ってる、なんか効率をね追求してるっていうのは建前であって、実際は全然効率を追求してないですよっていう、そうじゃなくて心の豊かさ的なところを求めていくっていうところに、まあ共感していただける部分があって、まあここまでやってこれたのかなっていうふうに最近はね思います。はい、ということで、まあその辺に関しては自分は正直最近まで気づいてなかった、いや本当に効率的だっていうふうに自分のことを思ってた部分はあるんですけど、まあこれは皆さんのね、ご指摘とかお怒りのコメントとかいろいろ拝見してて思うところですし、まあ仕事をしてても思うんだけど、やっぱり全然自分って効率主義じゃないじゃんっていうふうにな部分もあるなと。まあいや、だから興味がないことに関しては結構効率主義になってしまう部分もあるんだけど、まあその辺はやっぱバランスが大事なんで、ちょっとね、まあどうですね、どっちの目線もやっぱ好きな人の目線も大事にしたいし、まあそうじゃなくて時には冷静にね、まあ客観的に、まあその感性なしで、効率的な判断っていうのをしないといけない部分もあると思って、まあその辺は偏りがないようにね、していかないといけないなっていうふうに思いました。はい、ということでですね、今回は完全に雑談となってしまいましたけれども、私がハイブリッド車が好きな理由というか、まあ、ハイブリッド車にしか興味がないですという話ですね。まあ、本質的には興味がなくて、まあそんな中でこのチャンネルをやってきて、感じること、まあ、過去の自分に関してちょっとおかしいだろっていうふうに最近は思ってますよっていう話をですね、させていただきました。はい、ご視聴ありがとうございました。